チーム全体にようやく明るい表情が戻ってきました。じいじゃないですか。そのジャイアンツ先発は中8日の桑田です。初回阪神先頭の和田ライト前に持っていかれます。これがツーベースヒットになりました。1ヶ月間勝ち星のない桑田、いきなりのピンチ。その後ツーアウト三塁一塁となりまして、バッターは石峰、レフトへ持っていきます。レフトの前に落ちるタイムリーヒット。ジャイアンツ初回から1点を失います。しかしその裏のジャイアンツ、河合がフォアボールで出塁、松井は倒れますが落合がつなぎます。レフト前ヒット。ツーアウトながらランナー二塁一塁、阪神先発猪俣を攻めます。バッターはサウスポーキラーの古藤、レフト前へタイムリーヒット。ジャイアンツ1対1とすかさず同点とします。続くバッターは6番の原、左中間スタンドへ第12号スリーランホームラン。ベテラン原の一発でジャイアンツ4対1と大きく勝ち越します。こうなればおせおせムード。2回にはランナー2塁でグラッテン、右中間を破るツーベースヒット。ジャイアンツ1点を追加、5対1とリードを広げます。4点のリードをもらった桑田はその後尻上がりに調子を上げます。7回まで9個の三振を奪うナイスピッチング。阪神に2塁すら踏ませません。ところが7回ジャイアンツにハプニング。3番松井がなんと左膝直撃のデッドボール。ヒヤリとさせられた松井なんですが、大事には至りませんでした。そして迎えた9回も桑田は落ち着いたピッチングで3人をピシャリ。なんと今日12個の三振を奪って完投で13勝目。これでジャイアンツのマジックはまた一つ減りました。気合が入っていたんでベース一周を早く走りすぎちゃったよと決勝ホームランの原選手。チームにとってはなんと25日ぶりの連勝を呼び込む貴重な一発に笑顔もひときわ騒い